アヘン戦争は1943年1月14日に公開された東宝映画制作の日本映画である。英国人によって清国が蹂躙されたアヘン戦争を描いた映画であるが、D.W. グリフィス監督の嵐の孤児を翻案しており、盲目の少女とその姉が混乱に翻弄される姿を描いている。日本が英国と交戦中ということもあり、日本人のみで中国人とイギリス人の役も演じている。冒頭のインドのカットは、ヘンリー・ハサウェイ監督のベンガルの槍騎兵の一シーンを、終盤の燃え上がる広東市街のシーンは、シカゴの一シーンを無断で流用している。撮影は沼津市に大規模なオープンセットを作って行われた。避難する群衆の撮影には大勢のエキストラが用いられたが、それでも足りないためエキストラの両手に傘を持たせて走らせるなども行ったという。100年前、海上を東へと進む海賊機があった。英国インド総督府は本国からの避難にも応じることなく、中国へのアヘン輸出を促進するために、チャールズ・エリオットとその弟で、海軍将校のジョージ・エリオットを広東へと派遣した。英国が輸出するアヘンによって、広東の町は乱れており、取り締まる側の広東アヘン監視局局長である、元陳伯すらも、汀渚伯が経営するアヘン窟で、アヘンに興ずる始末であった。そこに、強硬派である、林則助が、皇帝の命で、広東総督府に派遣されてきた。地方の管理を装ってアヘン窟に姿を現した林に驚いた元は彼を切ろうとするが、この衛兵である朴助秀と陳南田との決闘の末に倒され、林則助は二人に亡国の薬であるアヘンの広東市内からの没収を命ずる。しかし10万箱と林則助が推定したアヘンはわずかに3000箱しか回収できなかった。彼はアヘンの多くが英国商館がある13行にあると考え、陳を13行の英国商館に派遣して13行の封鎖を命じたが、その翌日から停泊する英国軍艦からの威嚇射撃が始まった。混乱する市内で盲目の少女であるレイランの目を治すために共に、広東にいたアイランはアヘン吸引者に飲ませる水を探すうちにレイランとはぐれてしまい、雑踏の中で倒れているところを林木ばはりに救われる。林則助は平和裏にアヘンを回収すべく、自ら13行へと赴き、チャールズへ13行のアヘンすべての提供を要請する。清国人に馬鹿にされ苛立つジョージらだったが、チャールズは後のアヘン輸出を考えて快諾し、すべてのアヘンが広東郊外に集積された。13行のアヘンがすべて広東郊外に集積された日の夜、アヘン吸引者によって帝に身売りされたレイランは、アヘン強盗を企む帝と共に逮捕されてしまう。一方、林則助は、チャールズら英国人を広東総督府に招待し、大規模な宴を催す。そして夜の8時になって、林に促されて窓辺に立ったチャールズらが見たのはアヘンが燃え上がる煙であった。チャールズは林則助の勝ちを認め、翌朝13行の英国人は停泊する英国船に移った。林則助は攻撃の口実を作らないように13行の警備の強化を命じる。しかしアヘン中毒者の放った火により英国商館が焼け、東洋艦隊提督は広東の砲撃を艦隊に命じる。張と共にアヘン密売の疑いで処刑される直前に、朴助秀の計らいで救われたレイランがアイランのもとへ急ぐ中、林の努力も虚しく、広東は戦火に包まれるのだった。1981年頃、東宝から VHS が2万9,000円で発売されていた。その後、会員制ビデオ通信販売機構のキネマクラブから、日本傑作映画全集レーベルの一本として VHS ソフトが発売されていた。ビデオコレクション 1982-1981 年、東京ニュース通信社、週刊 TV ガイド臨時増刊12月2日号。ありがとうございます。